日清のカップヌードルご飯、これはカップヌードルのシリーズですけど、電子レンジ調理です。ですので、これアウトドアとか、電子レンジのない環境では作ることができないですので、注意してください。作り方なんですけど、中身を取り出して、まず水をこのラインまで入れます。それライスを入れます。その後、火薬を入れて、それ混ぜ合わせます。付属で調理用油がついてますけど、これは後回しにしてください。それで、レンジの加熱時間、500ワットで5分です。これは表が書いてありますので、電子レンジの出力に合わせて調整してください。まあ、500ワットですと、このように5分待たないといけないですので、ちょっと長いです。それ加熱した後は2分間蒸らしてください。これ蒸らさないと、ライスが美味しくないです。で、これで蒸らしが終わりました。最後に調理用の油、付属の調理用の油を入れて、それで混ぜ合わせて終了です。それ味は、そのカップヌードルのノーマルなものを、その味ですね。あの味がライスになった感じです。まあ、チャーハンとか想像してるとちょっと違うものだと思います。それ食べ方は、このようにカップ型で食べるのがいいですね。それアメリカの中華料理のその容器みたいな感じです。それこれでは食べにくいってことでしたら、これ広げることができます。広げるとお皿になりますので、まあ、お皿がいい人、そういう人は広げてください。まあ一度食べてみてください。以上です。